弟はテレビ朝日の開局45周年記念スペシャルドラマとして2004年11月17日から同年同月21日にかけて5夜連続で放送された日本のテレビドラマである。制作は石原プロモーション。ハイビジョン制作だがアナログ放送では14、9のサイズで放送された。石原慎太郎による弟、 石原裕次郎の生涯を題材にした同名小説を原作とする。石原慎太郎と弟の裕次郎との絆を描いている。随所の早くにおいても豪華なキャスティングで仕立てられた。報道ステーションを通常の放送より繰り下げ、土曜ワイド劇場、日曜洋画劇場枠でも放送された。ハワイにある裕次郎の実際の別荘や黒部ダムなどでのロケも話題を呼び、 視聴率が連日20%を超えた。また、劇中で、ゆ二郎が出演した、小畜梅の CM の制作過程が描かれ、その後に、実際の映像が CM として放送された。以下の視聴率データは、ビデオリサーチ、関東地区調査のものである。放送時間は JST。この CM は、ゆ二郎の23回帰放浪の中継番組でも流された。 ありがとうございます。